アルブエラの戦いは、1811年5月16日に行われた半島戦争における海戦である。イギリス、スペイン、ポルトガルの連合軍とフランス南方軍がスペインの城塞都市、バダホスの南約 20km にあるアルブエラという小さな村で戦った。1810年10月からマッセノ原水率いるポルトガル方面軍は、 残ゴとト,トレスベドラス戦の後方に籠もるウェリントン、率いる連合軍と、ますます希望がなくなりつつある退治を続けていた。ナポレオンの命令に従い、1811年初め、スールと元帥は、連合軍を要塞戦から引き離しますセナの苦境を助けるため、アンダルシアからエストレマデューラへ遠征を行った。ナポレオンの情報は古いもので、スールとの介入は手遅れであり、 すでにマッセナは、上と戦力低下のためスペインへ撤退中であった。スールトは、スペイン・ポルトガル国境にある戦略上重要なバダホスの要塞をスペインから奪取できたが、3月にビクトル・ゲンスイがバロッサの戦いで敗北した後、アンダルシアへ戻ることを余儀なくされた。しかしスールトは、バダホスに強力な守備隊を残していった。4月、 マッセナがポルトガルから完全撤退した情報が入ると、ウェリントンはバダホス奪回のため、ウィリアム・ベレスフォードを指揮官に強力なイギリス・ポルトガル軍団を送った。連合軍は周辺地域からフランス軍の大半を追い払い、バダホスの包囲を開始した。スールとは速やかにアンダルシアのフランス軍部隊から新たな軍を編成し、ベレスフォード軍から逃げてきた部隊と合流して、 包囲を時に向かった。スールトは他に近づいてくる軍の情報を得ると、ベレスフォード軍の側面に回り、二つの敵軍の間をつく作戦を立てた。しかしスールトは今回も古い情報をもとに行動していた。彼が気づかない間に、スペイン軍はイギリス・ポルトガル軍と合流しており、フランス軍2万4000は連合軍3万5000と退治することとなった。 両軍はアルブエラ村で快適した。双方とも戦闘で甚大な損害を負い、最終的にフランス軍は5月18日に退却した。ベレスフォード軍もひどく損亡し追撃することができなかったが、バダホサ包囲の再開は果たした。スールトはバダホス救援に失敗したが、戦争全体への影響はさほどなかった。1ヶ月後の1811年6月、 再建されたポルトガルとアンダルシアのフランス軍が接近したことで、連合軍は包囲の断念を余儀なくされた。1810年9月のブサコの戦いで、アンドレ・マッセナ元水率いるポルトガル方面軍に勝利したにもかかわらず、ウェリントンはその後のマッセナの行動を受け、戦力で劣る自軍をリスボンへの道を守るために、トレス・ベドラス周辺に築いていた。 長大な要塞船後方へ撤退させることを余儀なくされた。1810年10月10日には要塞船の外側に止まっていたのはイギリス軍警不評示団と機兵の警備隊だけとなっていた。ウェリントンは2009部隊ポルトガル民兵2万5000、スペイン兵8000、イギリス軍海兵隊と砲兵を合わせ2500隊を要塞船の守備に回し、 イギリス・ポルトガル正規兵の主力は、フランス軍が要塞船のどこに攻撃をかけても、対応できる、要分散配置した。マッセナ率いるポルトガル方面軍は、攻撃準備のため、ソブラル付近に集結した。しかし10月14日の激しい小ゼリアへの後、要塞船の戦力が明らかになると、フランス軍は、損害が出る、総攻撃を行うのではなく、残酷を掘ることとした。 フランス軍は1ヶ月残豪に止まった後、サンタレンとリオマイオルの間へ交代した。マッセナの退却後、ウェリントンはヒル中将のもと、第2師団に、ポルトガル軍ニコリョ団と、隆起兵をつけて、マッセナ及び、フランス南方軍がアンダルシアから行うかもしれない、攻撃からアレンテージョの平原を守るためた他はを、超えさせた。ツールと減水先にナポレオンは、 南方軍司令官のスールト元帥に、まっせない援軍を送る要求法を送っていた。皇帝の命令は、古い情報に基づいており、小部隊のみを求めるものであった。そして、スールトが命令を受け取った時までに、事態は大きく変化していた。スールトは、今やリスボンへの攻撃を成功させることは、命令された部隊では、不可能であることが分かっていたスールト軍とリスボンの間には、 連合軍3万と6つの大きな要塞があった。それでもなお命令に従い、何か行動を起こさなければならないと感じていた。そこで、スールとは、主に第5軍団から2万の兵を集め、バダホスの要塞を占領し、できれば、いくらかでも連合軍を要塞船の堅固な守りから引き離すという、限定的な狙いを持った、エストレマデューラへの遠征を開始した。この作戦では、 第5軍団のほか、カディスを包囲中であった、ビクトル元帥率いる、第1軍団から不評と騎兵を引き抜いた。スールトは、第5軍団が抜けた穴を埋めるためビクトルに兵隊を、もっと求めたが、約2万6千の連合軍が守る町を1万5千、だけで攻めることになり、ビクトル自身の部隊がひどく弱体化するため、激しく反対された。エストレマドゥーラにおける戦役の成功に続いて、 1811年1月27日、スールトはバダホスの包囲を開始した。まもなく、メンディサバル将軍が率いるエストレマデューラのスペイン軍1万5000が付近に到着した。スールト軍はバダホス包囲には兵力が少なすぎ、メンディサバルが兵3000を要塞の増援に送り、残りがサンクリストバルの丘に布陣するのを防ぐことができなかった。 この状況は、フランス軍にとって大きな脅威であり、スールとはすぐに移動し攻撃した。デボラの戦いの結果、フランス軍は400の損害のみで、スペイン軍に1000の損害を与え4000を捕虜とした。メンディサバルの暫定は、バダホスやポルトガルへ敗走した。ラファエル・メナチョ将軍が巧みに指揮していたバダホスの守備隊は、はじめのうちは、激しい抵抗を見せ、 3月3日になっても、フランス軍は堅固な要塞に対しわずかしか前進することができなかった。しかし、その日、メナチョは城壁の上で流れ玉に当たり戦死した。守備隊は、ホゼイマス巡将が取ることになったが、スペイン軍の防御は弱まり始めた。3月10日に、ようやく城壁が破られた。スールトは、病気、飢餓。 そして尋常ではない冬に悩まされ崩壊した軍隊を、率いていたマッセナがポルトガルから退却したことを、学習しており、包囲の強行を不安視していた。イギリス軍が自由になりバダホス解放のため、文献隊を送ることを懸念して、スールトア軍師を送り、守備隊の降伏を求めた。3月11日、イマスは、正式に降伏し、フランス軍は要塞を占領した。 3月12日、ビクトルがバロッサの戦いで敗北した報告が届くと、スールトはカディスの包囲が解けたかどうか心配になり、バダホスを出発し、アンダルシアへ戻った。3月20日にセビリアに到着すると、ビクトルの包囲陣は維持されており、アンダルシアが未だフランス軍支配下にあることを知って安堵した。スールトは出発前に、 エドワール・モルティエ元帥指揮下のフランス軍一万戦で、バダホスを守備することで、エストレ・マドゥーラでの戦果を強固なものにしていた。ウィリアム・ベレスフォード障害となるような政治的問題もなく、連合軍はすぐにスールトのバダホス包囲を知り、かつ、マッセナの脅威が彼のスペインへの撤退により低下した、ことから、ウェリントンは、行為を解くために、第二および第四師団を送る準備をした。 命令は最初3月8日に出されたが、翌日、マッセナがトマールで戦いに挑んだという誤った報告を受けて撤回された。ベレスフォードの2個師団の再編成によりさらに遅れが生じた後、3月15日、救援部隊がバダホスへ急行するよう命令された。しかしこの頃、ウェリントンはバダホスが降伏した報告を受けた。これにより緊急度は低下し、 ベレスフォードの遠征隊は、より適度な速度で進軍することができた。バダホスの守備隊を指揮していた、モルティエ元水は、連合軍の遅れを利用した。要塞の守備に六個大隊を残し、3月初めに、兵約7000と、バダホスに駐留していた、行為部隊から借りた三個砲兵隊を率いて、近くにあるポルトガルの町カンポマヨルへ進軍した。フランス軍は3月14日に、 サンジョアミ要塞を占領したが、カンポマイオルの要塞の攻略はより困難であった。ホセ・タラージャ・少佐が指揮する民兵800と、オルデナンサスしかいなかったにもかかわらず、町は7日間持ちこたえ、モルティエの砲撃により、捕類のすべての面が崩されるまで降伏しなかった。また、モルティエは、アルブルケルケを行為するため、マリー・ビクトル・ラトゥール・モブール将軍と2個騎兵連隊を送った。 そしてアルケブルケの守備隊6戦は、フランス軍に増援が必要になる前に降伏した。カンポマイオルにおけるタラージャ少佐の粘り強い守りは、占領された要塞が無力化される前に、ベレスフォードの師団が到着する時間を与えた。モルティエは、成功したポルトガルへの襲撃からバダホスへ戻る途中、カンポマイオルの要塞を壊すため、ラトゥールモブールを、 指揮官として1個不評連隊と3個騎兵連隊を残した。3月25日のベレスフォードの出現はフランス軍を驚かせた。しかし出発時に1万8000の兵がいた連合軍に対しラトゥール・モブールは落ち着いて指揮を取りバダホスへ退却した。ベレスフォードはロバート・ロング巡将と1500機の騎兵にフランス軍を追わせた。 フランス軍機兵の大半が第1 3軽流機兵連隊の突撃により撃退されたがラトゥールモブールへの追撃はつまずいた。追撃は連携を欠いたものでフランス軍の大部分がバダホスの要塞になんとかたどり着いた。この失敗の原因に関してはその後ロング巡将の支持者とベレスフォード将軍との間で論争となった。ベレスフォードは バダホスの包囲に向けた部隊編成に取り掛かったが、度重なるトラブルにより、スペインへの進軍は遅れた。スペインポルトガル国境にあるタイがグアディアナ川がベレスフォードの進路を遮っていた。ウェリントンはベレスフォードに、下境のために、スペイン軍のポンツーンを提供することを約束していたが、用意されていなかった。代わりに、完成に4月3日までかかるであろう橋を、 元の場所にかけなければならなかった。さらにベレスフォードに約束していたエストレモスから運ばれてくる兵糧は年初にスールトに敗北した後、そこに止まっていたエストレマドゥーラのメンディサバル軍の兵に消費されていた。このためベレスフォードの部隊は要塞都市エルバスからの兵糧に頼らざるを得なかった。しまいには第四師団の兵の靴は2週間続いた公軍で、 完全にすり減っており、リスボンからの替えが到着まで一週間かかる状況だった。これらの遅れは、バダホスの守備兵に要塞を強化する時間を与え、3月25日時点では、ひどく損傷していたものが4月3日には、堅固になっていた。ベレスフォードは4月4日に部隊を前進させ始めたが、突然の洪水がグアディアナ側の仮説橋を流してしまい、前衛部隊が、 東岸に取り残された。これはベレスフォードにとり破滅的に思われたが、モルティエがパリに召喚され、代わって、バダホスの指揮を取ったラトゥールモブールは、連合軍と対峙するより、要塞の修繕に注力していた。第13系流騎兵大隊を丸ごと捕虜としたことを伴うコナリ・イサオの後、兵力で勝るベレスフォードの軍を前にして、ラトゥールモブールは、バダホスに参戦。 オリベンザに400の守備隊を残して交代した。4月8日までに新しい橋がグアディアナ側に架けられ、翌日、ベレスフォード軍はオリベンザへ移動した。そして国境を越え、バダホスの南2 4トルに達した。イギリス第4師団がそこにいたフランス軍の小守備隊を攻撃する一方で、軍手力は、 ラトゥール・モブールを南に追い、バルベルデとアルブエラからバダホスの守備隊を監視するため、擁護部隊を送った。ベレスフォードはエストレマドゥーラのスペイン軍の暫兵。それゆえカスターニョスが同様に階級が、下のベレスフォードがイギリス・ポルトガル軍の方が兵が多いことを理由に、すべての戦闘で全軍を指揮することに同意したとき、ブラケは反対しなかった。フランス軍が、 ベレスフォードの前に退却を余儀なくされた時から、スールトはバダホスの危機を認識し、陶器戦役における目に見える成果の一つを失わないよう決断した。5月9日までに、スールトは時間がなくなりつつあると感じ、カディスの包位と他のアンダルシア地方の支配を捨てて、南方軍所属の第一軍団と第四軍団の全兵力でバダホスへ出発した。アンダルシアとの境で、 ラトゥール・モブール率いる第5軍団と合流し、兵約2万3000とカノン砲35門の軍勢でバダホスへ向かった。スールトは連合軍に比べ戦力が劣っていたが、兵士の質で補えるものと期待していた。ベレスフォードは5月12日にセビリアのスペイン時に愛国者から受け取ったスールトの出発を伝える報告でフランス軍の前進に警戒態勢についた。 ベレスフォードは、同日昼に、フランス軍指揮官への降伏勧告を送り、拒絶されるといった、バダホサ包囲のふりを続けていたが、もはや攻略する時間はないと認め、工場法や物資の退却を命じた。5月13日、コルボーンの旅団に配属されていたスペイン軍機兵が、フランス軍と遭遇し、4月に、ウェリントンから受けた命令に従い、ベレスフォードへ、 スールとの現在位置を知らせる一方で交代した。同日五国、ロングのイギリス軍騎兵も進軍中のフランス軍と遭遇したが、ロングもまた、交戦するなというウェリントンの命令に従い、急いで交代した。ベレスフォードは、ロングの交代は多少時期尚早であり、フランス軍に部隊展開させることで進軍を遅らせることができたかもしれないと考えた。スペイン軍の指揮官。 コアキン・ブラケイ・ホイエス同じく13日にベレスフォードは、イギリス第2師団と、ジョン・ハミルトン少将配下のポルトガル師団と3個、砲兵中隊を、バダホスから、スールトの3つの進路を監視するのに、理想的な地点である、バルベルデへ移動させた。ウェリントンの命令はベレスフォードに、スールトと戦うか退却するか選択を完全に、委ねるもので、ベレスフォード自身は、 対却を選ぶつもりであった。しかし5月14日にバルベルデで、スペイン軍の最上位の二人の将軍、ブラケとカスターニオスに会うと、連合軍は、スールト軍を兵力で上回っており、戦いを挑むのが正しいと説得されるがままになった。それを受けて、連合軍の指揮官たちは、バダホス救援に向かうフランス軍に退治するのに適するとして、ウェリントンが選んだ地点。 アルブエラに集結することに合意した。5月15日までには、スールトがサンタマルタとアルブエラを通過するバダホスへの中央の道を通ることがベレスフォードに明らかになった。ベレスフォードはさらに部隊配置を変え、第2師団とハミルトンのポルトガル兵をアルブエラの守備に向かわせ、そこでアルテンの KGL 大隊及び戦役のため臨時編成された守備隊と軽装部隊からなる。 別のポルトガル大隊と合流した。スールとの行動は、フランス軍の両騎兵とユサールが、ロングの騎兵とサンタマルタで交戦したことでより、明らかになった。そして、ロングは、再度、ベレスフォードが、理解不能と考えた殺急さで退却した。ウィリアム・ラムレー少将がロングと交代し、連合軍騎兵部隊の指揮官に就いた。この理由は、記録によって様々であり、 ロングの無能力を理由としたものや、単にラムレーの指揮順位が上であることを理由としたものがあった。ベレスフォードが決断した直接の理由は、ロング自身がラムレーの任命により、ロングとスペイン軍の騎兵指揮官との間で起こった指揮順位の問題が解決されると示唆していたことであるとみられる。ラムレーは16日朝まで戦場に到着せず、 それまで実際には式変更は行われなかった。その日はもう戦闘がなく、ベレスフォードは部隊配置を完了させた。連合軍の前面には南から北へ流れる複数の川があり、それらのうちのガレス川川とも呼ばれると、チカピエルナ川が村の南で合流してアルブエラ川となっていたが、特段障害になるものではなく、二つの橋と浅瀬一箇所で渡過することができた。 アルテンの兵がアルブエラに大半のポルトガル騎兵を伴ったハミルトンの師団がアルブエラから北にかけて連合軍の左翼を形成しウィリアム・スチュワート少将の第二師団がアルブエラ製法の丘に布陣した。右翼はカスターニョスとブラケヒキールスペイン軍4個師団が布陣する予定であり第4師団に加えて騎兵と砲兵が強力な戦略予備となった。 地下ピエルナ川とアルブエラ川の西側は南北方向に伸びる木が生えていない低い尾根に向かって上りになっており南に向けて徐々に高くなっている数個の小山があった。戦いの後ベレスフォードはこれらのうちアルブエラの南西約1マイルにある小山とその約500ヤード南にある小山の確保に失敗したことを厳しく批判された。ブラケの師団は接近が遅れ 5月15から16日の真夜中、近くにやっと到着したが、そこは翌朝の戦闘開始時に都合が良い地点であった。一方、ローリーコールの第4師団とデエスパーニャのスペイン軍旅団は5月16日早くにはバダホスからアルブエラへ行軍中であった。一方、スールとも作戦を立てていた。 彼は、ブラケがベレスフォードと合流しようとしていることを認識していたが、スペイン軍の到着にはまだ数日かかると考えていた。スールトは、その誤った前提に基づいて、連合軍の南側へ向かい、彼らを分断するようくさびを打ち込むことが最善手で、あると考えた。スールトは、ベレスフォード軍を撃破した後に、南へ向かいブラケの師団と戦うことで、敵を、 徹底的に打ち破ることができるものと期待していた。戦場の地図。出典オネーピア、ヒストリーオ・オブ・ザ・ホー・イン・ザ・ペニンシュラ・ベレスフォードは戦場に、ある丘の反対斜面に部隊を配置した。連合軍を視認できなかった、スールトは、ブラケの師団が昨夜到着したことにまだ、気づいていなかった。かくして、1811年5月16日朝、スールトは、 連合軍の右翼へ向かう作戦を実行に移した。フランス軍がアルブエラ村へまっすぐ近づくには、アルブエラ側に架か,かる小さな橋を渡らなければならず、スールトは最初、この方面へ強力な陽動攻撃を行った。コディノの不評旅団をブリシェの景気兵を横に備えるとともに、支援の砲兵をつけて橋越えで村へ向かわせた。 ビスはやりキ兵の四個大隊も溶かしたが、第三個のュウ騎兵連隊に撃退された。ポルトガル軍の大砲は橋への接近路を射程に収める場所に配置されていた。ゴディノの三兵は前進し、アルブエラを守っていたアルテンの KGL 大隊と戦闘を始めた。同時に、ウ騎兵二個旅団とベルレの不評旅団が、ブラケからアルテンの右側にかけて広がる。 オリーブ林を抜けて前進し、コディノの左側に姿を現した。フランス軍の大規模な部隊集中が、アルブエラを脅かすと、連合軍の指揮官たちは、スールとの意図通り餌に食いつき、アルテン支援のため部隊を送った。連合軍が、自軍中央及び右翼に対する正面突撃を迎え撃つ間、スールとは本番の攻撃を準備していた。ジラール及び、 火山領将軍が指揮する第5軍団の2個シ団は1個騎兵旅団に続き、側面攻撃を行うため左へ大移動した。視界を遮るオリーブ林の後ろを移動したことから、連合軍はフランス軍騎兵連隊が林の南端から突撃し2つの小川を越え、ベレスフォードの王隊の右側にいたロイのスペイン軍騎兵を蹴散らすまで気づかなかった。ベレスフォードは警報を受けると、 前に出て、フランス軍の行動を観察した。コディノの騎兵とベルレの旅団が、アルブエラから離れて、ジラールの後方へ向かい始めたとき、スールとの真の狙いが明らかになった。ベレスフォードは、直ちに新たな命令を発した。ブラケに、前列の王隊を移動させ、接近するフランス軍に立ち向かうよう命じた。ラムレーの騎兵には、ロイの騎兵を支援し、 ブラケの右側面を守るよう移動させる一方、スチュワートの第2師団は、アルブエラ後方から南へ移動させ、ブラケの後方に婦人し必要時に支援できるよう待機した。コールの第4師団は、騎兵の後方に婦人するよう命令を受け、ハミルトンのポルトガル隊は、アルブエラを守るため連合軍の中央へ移動し呼びとなった。しかしブラケは、ベレスフォードの命令に従わなかった。 彼は未だフランス軍が自分の正面を攻撃するものと信じていた。前列の王隊を動かさず、代わりにザヤスの師団のうち4個大隊を南の新たな戦線へ送った。ザヤスはスペイン軍の2列目の2個大隊からこれらの大隊を引き抜いた。スペイン国王この遺体の2個大隊が険しい傾斜の頂上に王隊で展開し、残りの2個未集中隊がその背後に着いた。 その全体を支援する大砲は、スペイン軍の一門だけであった。ベレスフォードは、ブラケの部隊移動が、限定的なものであることを知ると、自ら命令を実行しに行った。ベレスフォードは、サヤスの二個大隊にもう二個大隊を加え、四個大隊の強力な前線を構築した。そしてサヤスの右側を支援するため、ラルディサバルへ三個大隊を、 左側を支援するためバレステロスへ2個大隊を送るよう命令した。しかし、これらの増援はフランス軍の最初の攻撃に間に合わず、サヤスの4個大隊は単独でフランス軍2個師団に退治しなければならなかった。ベレスフォードが部隊を再配置している一方で大規模な軌道がフランス軍前線の全体像を変えた。フランス軍右翼中央からかけてきた。 竜騎兵2個連隊が第5軍団を後方から通過し、左翼のラトゥールモブールの騎兵に合流した。同時にベルレの次第が第5軍団後方に近づき、フランス軍の予備となった。スールトは、まだアルブエラで交戦中のゴディノキカの兵3500を除く、不評前戦力とブリチェの軽騎兵を助けるすべての騎兵を、ブラケの右翼へ集中させた。 第5軍団の2個手段は縦に並び、サヤスに向かって前進した。先頭のジラールの手段は、渋滞の4個大隊、その両側に、大隊の1個大隊、さらにその両側に、渋滞の1個半大隊という混合体系で、前進し、もう一つのガザンの手段は、大隊渋滞で前進した。ジラールのティライユールは、サヤスの大隊と交戦し、 スペイン軍の最前列を徐々にすり減らした。ジラールの主力の渋滞は、スペイン軍の約50メートル以内に近づくと、三兵が左右へ分かれ、その背後にいた大隊が射撃を開始した。スペイン兵は、フランス軍と射撃戦を行いながら踏みとどまり、ついには、ジラールの最初の攻撃を撃退した。この時おそらく、スペイン軍で最強の部隊であったサヤスの兵たちの、 抵抗にもかかわらず、ゆっくりと押し込まれつつあった。しかし彼らは、バレステロスとラルディサバルが到着し、スチュワートの第二師団が支援のため前進するのに、十分な時間を稼いだ。スチュワートは、ジョン・コルボーンの第一旅団を含む3個旅団を、従えていた。第3不評連隊を先頭に、第48不評連隊と、第66不評連隊が続いた。コルボーンの旅団は、 KGL の砲兵の支援を受けて、フランス軍の左側に布陣した。イギリス軍が射撃を開始し、ジラールの側面にいたニコ大隊に反撃のため、外側への展開を敷いた。コルボン旅団とジラールの左翼のマスケット銃の打ち合いは非常に激しく、両軍とも浮き足立った。フランス軍は崩壊し始め、退却しようとする兵を士官が剣をかざして、 食い止めなんとか踏みとどまった。マスケット銃の射撃と支援の大砲からの武道弾で激しく攻撃されていたコルボーンの左翼は銃剣突撃で勝負を決しようとしたが失敗した。右翼の方はフランス軍と射撃戦を続けていたが揺らぐ決意を確かめながら銃剣をつけ突撃した。連隊機を守る第三不評連隊、ウィリアム・バーンズ・ウォーレンが、旅団が、 戦場に降る、視界を遮る表とにわか雨へ向かって移動したので、両軍とも、マスケット銃が使えなくなった。視界の低下を利用して、ラトゥール・モブルが、ポーランド騎兵2個連隊を、コルボーンの無防備の右側面に向けて突撃させた。不意をつかれたイギリス軍不評を突破し、第1ビスは槍騎兵連隊と、第2ユサール連隊が、コルボーンの3個連隊を、ほぼ全滅させた。 残る一つ、第31不評連隊のみ、法人を組み守ることができた。フランス軍騎兵は、コルボーンの KGL 砲兵隊へも突撃を続け、大砲を露獲した。槍木兵は、第31連隊の法人を突き抜け連隊機後、竜と大砲八門を捕獲し、そして、ベレスフォードとその爆料をちりじりにし、サヤスの王隊の孔明を攻撃した。 サヤスはジラールへの射撃を続けながら、この突撃をひるまずに受けた。この時には、雨は、やんでおり、ベレスフォードの騎兵を指揮していた。ラムレイは、フランス及び、ポーランド騎兵により生じた惨状を、ようやく把握することができた。ラムレイは、第四流騎兵連隊のニコ大隊を、投入しあり気兵を蹴散らしたが、イギリス軍の騎兵も、ラトゥールモブルが、 やりき兵の退却を助けるために投入した戦力十分なユサールに撃退された。これと同じくして第29不評連隊が散らばったビスラやりき兵を射撃した。しかし実際にはこの一斉射撃は多くが狙った目標を外し、代わりにサヤスの兵の後方の列に被害を与えた。それにもかかわらずスペイン兵はしっかり踏みとどまり、 おそらくは彼らの行動が連合軍を崩壊から救った。いくつかのイギリスの記録には、ポーランド騎兵はイギリス不評への降伏を拒否し、横たわる、要不将兵を恋に、槍でついたと記されている。アルブエラの戦いの後、イギリス第2次団は、情け容赦なく、ポーランド兵を攻撃することを誓ったと言い伝えられている。ベレスフォードによれば、コルボーンの3個連隊は、 損害1258を負った。スールとの報告によれば、ビスはやりき兵は591名中130名が戦死した。連合軍右翼の戦闘は、両軍ともに再編成するため一旦落ち着いた。ジラールの師団は、サヤスとの戦闘と、最終的には悲惨なことになったもののフランス軍に、かなりの損害を与えた、コルボーンの抵抗に苦戦した。ジラールは、 自分の師団が消耗したと認識し、ガザンの第二師団と交代しようとした。ガザンの大隊は渋滞で前進したが、ジラールの退却する兵士をかき分けなければならなかった。その結果、第一師団の多くの兵が追いやられ、8000名の大集団に増大していたガザンの渋滞に入り込み、その過程で結束が大きく乱れた。続いて、混乱と遅延が発生し、 連合軍に王隊を立て直す時間を与えた。ベレスフォードは、ホートンの旅団を、サヤスの王隊の後方、アバクロンビーを、バレステロスの後方に配置し、スペイン軍を救援するためそれらを前進させた。アバクロンビー配下の士官、ジョセフ・モイル・シェラーは、若いスペイン軍の士官がやってきて、自軍の兵が退却を命令されたが逃げなかったと、イギリス軍に説明するよう懇願してきたことを詳しく、 語っている。この小休止の後、戦いの第2ラウンドが始まったが、むしろ最初の戦闘より一生臭いものとなった。フランス軍は、アバクロンビーの旅団に対しては三兵を展開しただけで、新たな突撃の矛先をホートンに向けた。コルボーンの旅団の生き残りが合流したものの、1900の兵のみで列を作り前進してくる、フランス軍に対峙した。ホートンの三個大隊。 しかしこの戦闘では、フランス軍の砲兵支援が効果的であった。不評の体型による火力の不利を補うだけでなく、ジラールは大砲を武道弾とキャニスター弾の十字射撃で盾にするのに、十分な距離砲弾の応対から275メートルまで近づけた。この戦闘の序盤、第57不評連隊のウィリアム・イングリス大佐が、フランス軍の武道弾で負傷した。 彼は後方へ運ばれるのを拒否し連帯機のもとに横たわった。戦いが終わるまで彼は、ダイハード5セブンス、ダイハードと静かに繰り返した。この後、第57不評連隊には、ダイハード連隊の愛称がついた。この諸兵科連合の突撃により、ホートンの師団は3分の2の兵を失った。ホートンも戦死し、損害が増えたため応対が縮み、 もはや攻撃してくる渋滞の正面をカバーすることはできなかった。しかし、フランス軍はその数的優位を最大限に利用できる状況になかった。イギリス軍の格好射撃によりジラールはこの攻撃で計2000を失った。ジラールは射撃力を最大にして、ホートンの旅団を圧倒するため、大きすぎる軍団規模の渋滞を応対へ転換しようとしたが、 イギリス軍の激しい射撃により、絶えず、渋滞に戻ることを強いられた。戦場の地図。出展、アリソンズ・ヒストリー・オブ・ヨーロッパ・フランス軍の攻撃は、続いていたが、戦いの先行きはまだわからなかった。スールトには、予備であるベルレの師団規模旅団と、まだ交戦していないラトゥール・モブールの騎兵の大半が、残っていた。しかし、ラムレーの騎兵の後方で待機したままの、 元気なコールの第四師団の存在は、スールトに、その強力な騎兵を使わせないようにさせているようで、あった。スールトは後に、ナポレオンへの報告で、その時になって、ブラケがベレス報道と合流し、予想より戦力が多い連合軍と対峙していることを知ったと主張している。スールトは、側面攻撃で連合軍の裏を書いていたが、守備的になり始め、 騎兵の突撃を許可せず、ベルレを予備のまま留めた。連合軍の方では、ベレスフォードに余裕がなくなりつつあった。ベレスフォードは、何としても、ホートンとアバクロンビーを増強するべく、デスパーニアの独立旅団を投入しようとしたが、彼らは、フランス軍の射程内へ移動することを拒否した。コールの手段を残しておくため、ベレスフォードは代わりに、 ハミルトンのポルトガル師団を呼んだが、ハミルトンは、アルテンを支援しゴディノの攻撃を撃退するため、アルブエラの方へ移動しており、命令が届くまでに時間がかかった。ハミルトンの旅団は、命令を受けてから1時間半後に、ようやく移動を開始した。激しい攻撃で右翼の損害が膨らんだため、ベレスフォードは、ついにアルテンの KGL 隊を呼び、スペイン兵3000に、 アルブエラへ行き守備を交代するよう命令した。アルテンは急ぎ再編成し、南の連合軍右翼へ向け移動したが、スペイン兵が到着する前に、ゴディノがアルブエラを奪取し、連合軍のもう一方の側面もフランス軍にさらされることとなった。この重大な瞬間に戦いを決定づける軌道が、コール将軍によって行われた。コールは、 ベレスフォードの明確な命令に従い何もせず、待機していたが、フランス軍左翼に向けて前進することを考えていた。とはいえ3500機のフランス軍機兵の正面の、兵地を不評が前進することには慎重であった。しかし、ポルトガル軍主系総監所属のヘンリー・ハーディング大佐が駆けつけ直ちに前進するよう、催促すると、前進を決心した。 ラムレイと簡単に打ち合わせた後、コールは自分の手段を渋滞から王隊へ転換。ラトゥール・モブールの騎兵に用心して、王隊の両端に渋滞、右側にジェームズ・ケミス潤将の旅団を含む、系譜表中隊の集団、左側にルシタニア軍団の第一大隊を配置した。ラムレイは、連合軍の騎兵すべてを後方と右側に配置し、騎馬砲兵を伴った。 不評約五千の大集団が、第五軍団の左翼に向けて前進した。連合軍王隊の接近は、スールとの行動を拘束した。コールの手段を食い止めなければ、敗北は明らかであり、ラトゥール・モブールの竜起兵のうち四個連隊をコールの王隊のポルトガル兵へ突撃させ、ベルレの予備をすべて投入し、第五軍団の側面を守った。竜起兵は、 ハーベイのポルトガル旅団に襲いかかり、コルボーンの旅団と同様に壊滅させようとした。しかし未熟なポルトガル兵は砲人を組まずに踏みとどまり、騎兵を撃退した。ラトゥールモブールの竜騎兵は一度押し返されると、コールの師団にさらなる攻撃を行わず、連合軍の応隊は前進を続けた。師団の左にいたフュージリア旅団とルシタニア軍団がすぐに 二倍の兵がいるベルレの旅団と戦闘に入った。兵数でマサルにもかかわらず、ベルレは9個大隊を3個連隊渋滞にしていたため、連合軍と同じだけのマスケット銃を撃つことができなかった。第23ロイヤルウェルシュフュージリアー連隊と第7フュージリアー連隊の2個大隊がそれぞれ渋滞になり、3箇所で連隊規模の射撃戦が起こった。射撃戦中に、フランス軍は、 もう一度応対になろうとしたが、連合軍の集中射撃により防がれた。二重から三十分の厳しい戦いの後、フランス軍は崩壊し敗走した。フュージリアーは主に砲撃により、半数以上の兵を失い、一方、ベルレの旅団の損害は千八百であった。一方、アバクロンビーは旅団を,旅団を旋回し包囲している、第五軍団の右翼へ突撃した。 ジラールとガザンの兵は後方へ敗走し、ベルレの旅団の敗残兵と合流した。連合軍第4師団と第2師団の一部が退却するフランス軍を追いかけたので、ベレスフォードは、止まれ、止まれ57連隊、深追いするな、と叫んだ。しかしこの警告は不要だった。ラトゥールモブールの騎兵が速やかに追撃する連合軍師団と敗走する。 フランス軍不評の間に入り、イギリス・ポルトガル軍の追撃を食い止め形成を挽回した。スールとも退却を支援するため、最後の予備強力な敵弾兵2個大体マイナスを前進させ、連合軍の砲撃で大損害を負いながらも、敵弾兵と機兵は戦線を守った。若干遅れてベレスフォードは、ポルトガル軍3個旅団を投入し、敵弾兵を交代させたが、この時には、 ツールトが連合軍の王隊に砲撃を集中させていたため、ベレスフォードは追加の部隊投入を行わなかった。なお、アルテンの KGL 隊は、南の戦闘に間に合わず、アルベラへ戻り村にいたフランス軍を撃退した。激しい衝突から6、7時間後、戦いは終わった。5月17日朝、両軍は再婦人した。ベレスフォードの命令は、 スールトが前進した場合には退却することを示していた。スールトは1日中動かず、負傷兵を背びり合い運ぶ手配をするには十分であった。ケミスの強力な旅団1400が夜明けに戦場に到着し、連合軍と合流した時でさえも、ベレスフォードにとり、スールトへの攻撃を再開する機会が少ないということは明白ではなかった。またベレスフォードには、 比較的無傷のポルトガル師団とアルテムの KGL 隊、待機中の数個のスペイン軍大隊もいた。それと対照的に、スールト軍で戦闘態勢にあるのは、ゴディノの旅団とラトゥールモブールの騎兵だけであった。ウェリントンがもう2個師団を連れて、エルバスへ進軍中との情報は、スールトに退却の決断を急がせ、ベレスフォードは、砲兵と騎兵で勝る。 スールト軍へ早まった攻撃を行うのを止めた。5月18日未明、スールトは数百の負傷兵を連合軍に委ねて戦場を離れた。ベレスフォードは戦力で勝り、かつ1日の休みがあったにもかかわらず追撃することができなかった。戦闘であまりにも多くの兵が負傷し、2日後もまだ戦場から回収されるのを待っているところであった。 アルブエラの境界は負傷したフランス兵で溢れ、戦場には戦死者が未だ放置されていた。アルブエラの戦いは、参加兵力の割には、半島戦争の中で最も血が流れた戦いであった。両軍とも損害は甚大であり、スールとはバダホスの包囲を解くという狙いに失敗したが、どちらも決定的勝利と公表する意思を明らかにはしなかった。 連合軍の損害は5,916、うちイギリス軍4,159、ポルトガル軍389、スペイン軍1,368に達した。スールトは1811年5月21日付の報告書で、イギリス軍の損害を800から1000の捕虜を含め5000、スペイン軍を捕虜1,100を含め2000、ポルトガル軍を700から800と見積もっていた。 フランス軍の損害はより確認が難しかった。スールトは当初ナポレオンへの報告書で2800と記していたが7月6日に作成された公式文書では5936まで数字が引き上げられた。これについてイギリスの歴史家の間ではスールトの数字が士官の死傷者数を241としているのに対し連帯の報告では K362 となっていることから議論がある。チャールズ・オマーンは、この数字から、フランス軍の総損害を推計して、約7900としている。これに対し、フランスの歴史家、ジャック・ビタル・ベルマとエドアール・ラペネは、ツールとの損害を7000としている。イギリス軍戦死者のうち、ダニエル・ホートン少将を含めた数人は、エルバス英軍墓地に埋葬された。ウェリントンは、 ベレスフォードの戦況報告を読むと、その意気承知にする内容を不満に思い、これではダメだ。イギリス国民を発狂させてしまう。勝利と書き直せ。と参謀に伝えた。この報告は適切に書き直されたが、ウェリントン個人としては、こんな戦闘がもう一度あったら軍が壊滅すると認めていた。ツールとも、連合軍の方が損害が大きかったとして、大勝利と主張した。 彼は、気前よく、連合軍部隊の強靭さに敬意を表し、あんな将軍連中にもかかわらず敵兵は無敵だ。常々彼らをダメな兵隊だと思っていたが、今それを確信した。私は彼らの右側に回り込み、中央を突破し、すべての場所で勝った。しかし彼らは逃げる方法を知らないのだ。と記した。バダホス包囲を解くことに失敗したものの、スールとの作戦は、 なんとか一時的に状況を改善した。5月12日、ベレスフォードは、スールトガジェレナに達したことを知ると、行為中止を命令し、13日夜までに、工場部隊、砲兵、補給部隊をエルバスへ撤退させ、運べないものは焼却させた。守備隊の指揮官フィリポンは、これを機に打って出て、取り囲む連合軍の残豪や砲台を破壊した。5月18日、 ベレスフォードは、ハミルトンのポルトガル師団に騎兵をつけて、バダホスへ送った。翌日、バダホス行為のふりを、再び始めたが、スールとはもはやベレスフォードがバダホスに危害を、与えることはないとよくわかっていた。ベレスフォードの軍団は1811年6月に、ベリーントン軍と合流したが、この増援を終えても間もなく時間切れとなった。オーギュスト・マルモン元水が再建した。 ポルトガルのフランス軍が、スールとの南方軍と合流し、ウェリントンは4万4千人の兵士と共に国境を越え、エルバスへ戻らざるを得なくなった。6月20日、6万を超えるフランス軍は、バダホスの包囲を解いた。アルブエラの戦いは、半島戦争全体に与えた影響は小さかったが、イギリス軍とスペイン軍が共同作戦を行えることを明らかにした。その一方で、 イギリス・スペインの外交関係は戦いの影響を受けた。ウェリントンは損害の責任の大半がブラケにあるとし、一方、スペインの議会の報告書では、イギリス軍はその大損害にもかかわらず、戦いで大した働きをしていないとほのめかした。ありがとうございます。